こんばんは、ミッキーです。前回の動画で極度乾燥しなさい、スーパードライっていうブランドって何っていう動画を上げたんですけれども、今度はその私の持ってるウィンドブレーカー、イギリス風に言うとウィンドチーターのジャケットの中のポエムを 読んでいこうと思います。で、前回の動画見てない人にのためにご説明をすると、スーパードライ、極度乾燥しなさいっていう謎の変な日本語漢字のブランドを街でたまに見かけるよね、あれなんだろうっていう疑問を解いたんですけど、紐解くと日本のスーパードライというビールの名前に、インスピレーションを受けたイギリス人の方が作ったブランドでしたっていうところです。はい、じゃあもうここにいきなりタグで超乾燥カッコしなさいっていう謎日本語が書かれてます。で、スーパードライオリジナルウィンドチーター、ジャパンじゃないけど、ジャパンっていうふうに書いてます。で、ここにもなんか面白いこと書いてあります。公式の二重ラベルの、なんでしょうね、これ。違反、違服。とかなんとか。書かれてますね。謎ですね。で、オリジナルスーパードライテクニカルウィンドチーター、オリジナルスーパードライ技術的なウィンドブレカ、トレードマークドトリプルジップエントリー、商標30ジップ、ここは奇跡的に意味を成してます。マルチプルインパクトアイデンティティブランデッド、複数のブランド設定、ジーニュインユーティリティプロダクト、本物ユーティリティ製品、グレートブリティッシュデザイン設計差、イギリス、グレートブリティッシュ、グレートブリテン、UK 要素全く翻訳に生かされてないですね。Born as homage to Japanese spirit and detailing、 日本のデザインおよび詳細の尊重。日本の魂と、まあ、意匠というか、その細かい、技術、デザインの力みたいなのを、まあ、尊重してますと。はい、こんな風に書いてあります。なかなか日本人の方がこのポエムにお目にかかることはないんじゃないでしょうか。なんかその本当におかしな感じでは ブリティッシュデザイン、スピリットオブジャパン、イギリスのデザインと日本の魂、面白いですね。で、ここの、これがその 商標を登録された30ジップみたいな、確かに30なんですよね。ここ30ジップのところにもスーパードライ、スーパードライっていうところに、まあ、ジャパン、ジャパン、ジャパンって書いてありますね。だから、何でしょう、その確かに面白おかしい感じではあるんですけれども、なんかこれだけその日本っていう、日本から生まれたそのスーパードライっていう言葉であったり、まあ、日本の文化であったり、日本の言葉、その技術、意匠みたいなところに、そのそこはかとなく敬意を感じてくれてるところがあるので、なんか悪い気はしないですよね。で、前の動画で言ったんですけれども、この服を着てると日本人からも話しかけられるし、また外国人の方からも英語で話しかけられて、いろんなコミュニケーションが取れるので、ぜひ機会があったら、お手に取る。まあ、メルカリとか、まあ、ヤフオクとか、そういうところで手に入れることはできるので、トライしてみてください。デザイン自体は結構かっこいいので、そこは保証します。はい。じゃあ、前回の動画もぜひ見てください。チャンネルへの登録と高評価、切にお待ちしております。それでは。